日本岡山県新見市新見新見は岡山県新見市にある大技である。同市の市役所所在地。旧新見市においても市役所所在地であった。かつての阿鉄郡新見村に相当する。古くは下市と称した。近世においては関市新見藩の陣屋町として、また高橋川の高瀬船の発着点となる川港町として栄えた。郵便番号は 郵便番号718-0011。市の中心地区で、新見盆地の中央に位置している。高橋川の東岸の平地に市街があり、平地の東方は山地となっている。山手には、旧人屋町の一部を残している。川に沿うように、平地部に南北に長く市街が形成され、また、地区の北部では、北東から南東へ向かい熊谷川流れ、 当地の北西で高橋川と合流する。つまり、両河川の合流点に当地が存在している。船川八幡神社、総当州、安陽寺、道陽源寺、道西来寺、道雲寺、新言州清流寺、道古里寺、日蓮州千福寺等の社寺、特に寺院が多い。また、日の木崎理系の居城とされる飛ビガス山城跡、石守の成長であった。 新見神じとが、城山公園や新見市立市政小学校などに残る。また、昔からの町並みは、町筋などに、昔の陣屋町の趣きを残し、御殿町付近や、三味線横丁あたりなど一部では、古い建造物も残っており、御殿町センターを拠点に、新見御殿町として町並み保存を行う機運もある。なお、新見駅は、旧上市村に行きないになる。 西方地区にある。古代においては、備中国鉄田軍神三里の一部であったとされる。詳細はわからないが、後の時代に、阿賀軍へ移管された。古代後期から中世には、木備地方有数の荘園で、玉垣諸城などで知られる、新見省の一部となり、平安時代頃は、最小公院寮、鎌倉時代以降は、京都の当時寮となった。元阿賀郡下市村といい、 早くから山陰往来の宿場、市場として家並みを作ったが、近世に入ると、上皇元年、高橋川の高瀬船が新井美まで通うようになり、水運の起点としても栄えた。所有する船株20、新井美から松山までを上下する決まりで、31室みの船が主であった。しばらく幕府領として、松山大官の支配に属していたが、元禄10年。 関長春が1万8000国の領主として、現在の城山に館を構え、南独に、侍屋敷町を設け、町筋を整備した。この時、下市村を改めて、新見村とし、関市の治める藩を、新見藩と称することとした。古い合名の新見を復活したものである。村高1196国三と九章と、備中村間にある。 明治22年月1日、阿賀軍新見、馬塚、高尾の三村が合併して、村政を施行、新見村と称し、村役場を新見に置く。同29年2月26日、調整を実施して新見町になる。同33年3月、阿賀、鉄太の両軍を統一して、阿鉄軍とし、軍役所を新見に設ける。これに伴い政治、産業、 教育などの諸施設がこの地に集まり、美北地方の中心地として発展した。昭和29年6月1日、道郡上市町など7町村と合併して、新見市を作り、市役所を新見に置く。米、麦、目男、炭酸カルシウムなどを主要産物とした。翌年は鉄郡千屋村を合併。倉敷から新見を経て、米子に至る白尾線の全通したのは、 昭和3年10月で、同10年12月には、新見広島間の警備線が、全通前、同11年4月には、姫路から津山を経て、新見に至る姫新線が全通した。なお、鉄道路線は、隣接地区の境界付近を通り、当地は通過しておらず、新見駅は、当地ではなく、北西対岸の西方地区に置かれた。しかし、新見と、その近接地は白尾。 ゲ美ビ姫新参戦三線を十字に結ぶ、交通の要衝を占め、産業、経済面で発展をすることになるが、同時に長年親しまれた高橋川の高瀬船は、昭和の初め、姿を消し、人力車も入馬車も見られなくなった。平成17年3月に周辺町村と合体合併、新たなる新見市を新設している。当地を含む周辺にあったとされる古代の里、 新三里に由来。前述の通り、江戸時代の元禄十年に、関長春が漁師として、陣屋を構えた時に、下市村から解消させた。下市は、前述の通り山陰への街道の要衝で、市が立つなど沿線に、町並みができ、高橋川の上流側の町を上しそれに対し当地は下流にあるので、下市と呼び分けたことによる。 山岳河川公的施設教育施設医療、福祉施設郵便局金融機関一般企業、商店神社仏閣、その他宗教施設公園、史跡その他の施設道路旧街道。ありがとうございます。